こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は21世紀中に解明されそうな古代ミステリーについて話すぜ。それは朗報だね。この世の中で発見された古代遺跡や文献の中には解明されていない謎がたくさんあるものね。現代科学を用いても古代のことを解明することができないなんて不思議だよ。中には世界遺産に登録されていることで、思うように研究できない場合もあるかもしれないけどな。でもオーパーツのように現代科学でも解明できない、または製造できないような古代の代物が発見されると、とても心躍るぜ。逆に未来から送られてきたものなのではないかという錯覚に陥ることがあるよね。実は過去にも未来が存在し、未来にも過去が存在する。そう考えると面白いぜ。ところで21世紀中に解明されそうな古代ミステリーって何なの？そうだったな、話を進めよう。2016年4月東京国立博物館で黄金のアフガニスタンという特別展が公開されたのだが、そこに展示されていた地下金庫から出された秘宝などの文化財は、アフガニスタン国立博物館の館員たちが命がけで守り抜いたもので、世界中で展示会が行われたんだ。そして、その巡回展には、ナショナルジオグラフィック協会が多大な支援をしている。中心人物は、同協会フェローの考古学者、フレデリック・ヒーバート氏だ。ヒーバート氏は、ロシア人考古学者のビクトール・サリアニディ氏と、中央アジアでの遺跡発掘に関わっていた経験がある人物だぜ。そしてナショナルジオグラフィック協会が21世紀を探検の新時代と呼んでいるのだが、その理由としてヒーバート氏は、今世紀に何かを発見し、解明できるチャンスが無限にあると考えられるからだと語っている。何か根拠があるのかしら？そんなヒーバート氏が今世紀中に解明できそうな古代ミステリーを予測した記事があるぜ。その中で7つの古代ミステリーを予測しているんだ。これは世界の7不思議の解明と言っても差し支えない内容なのではないだろうか。それは興味深いね。今回はその内容を一つずつ紹介していくぜ。それではゆっくりしていってね。まずはホンジュラスの遺跡を紹介するぜ。この遺跡はホンジュラスの密林へ入った探検隊が、失われた文明の遺跡を発見したという、驚くべき報告をしてきたことから話が始まるぜ。この地域は昔からサルガミ王国あるいはシューダーブランカという、古代文明にまつわる伝説が存在している場所だぜ。シューダーブランカ？白い町という意味があるぜ。その遺跡がどこかに眠っていると伝えられてきたんだ。それはワクワクするね。そして発見された遺跡は1000年前に栄え、その後滅びた文明だと推測されているぜ。ほう、考古学者らは土でできたピラミッド跡などを測量し、地図を作成して調査結果を持ち帰ったぜ。それで何かわかったの？大昔に手つかずとなったその場所では、そのまま残された石の彫像物などがたくさん発見されたそうだぜ。この近くには有名なマヤ文明があるが、今回見つかった遺跡は全く研究が進んでいなかったようで、名前すらも決まっていなかったそうだ。全く手つかずの状態で遺跡が見つかるなんて珍しいね。ピラミッドの眼下で見つかった石の彫像は52体で、地中から頭を出した状態だったそうだ。それらは捧げ物として用いられたのではないかとクリストファー・フィッシャー氏は推測しているぜ。そしてさらにメタテと呼ばれる儀式の題材石や蛇、コンドル、その他の動物を精密な彫刻を施した箱なども見つかったみたいだ。へえ、その他にもまだまだ多くの遺物が地中に埋まっているかもね。その下には墓が眠っている可能性もあるそうだぜ。ありそう。現在見つかっている出土品の中で一番奇妙だと言われているのが、一部が人間で一部がジャガーの姿をした生き物の頭部の彫り物だ。それは何の意味があるんだろう。これについてはシャーマンが霊的変身を遂げた姿を表しているのではないかと、フィッシャー氏は推測しているぜ。なるほどね。他にも、彫り物がヘルメットをかぶっているように見えることから、メソアメリカで1000コロンブス期に行われた儀式的なボールゲームに関するものではないかという説もあるぜ。いろんな説が考えられているんだね。その遺物たちは現在どこかに保管しているの？今回発見された遺物は記録に取られたが、発掘せずに元の場所に残してあるそうだぜ。盗掘されちゃうよ。盗掘の被害を防ぐために、遺跡の位置は公表されていないぜ。それならまだ安心だね。そしてこの遺跡は上空からの調査により、予想よりもはるかに大きな遺跡であることが分かったぜ。上空からも確認したのね。考古学者たちの中では伝説に語られているシューダーブランカは一つではなく、失われた町々はこれらを全て合わせると、町などというレベルの代物ではない。それよりもはるかに重要な意味を持つ歴史的遺産、失われた文明が姿を現すのではないかと囁かれているぜ。今までの歴史になかった新たな歴史の発見だなんて、とても興奮する。
次はアレクサンドロス大王の墓についてだぜ。以前よりアレクサンドロス大王の父である、古代マケドニア王フィリッポス2世の埋葬地をめぐり、学者たちは論争を繰り広げてきたぜ。そうだったんだ。だが、その論争に終止符を打つような発見がされたぜ。何が見つかったの ?1977 年および1978年にギリシャのベルギナで王家の墳墓3基が発掘されて以来、フィリッポス2世は第二墳墓、別名フィリッポスの墓とも呼ばれる場所に埋葬されたというのが、多くの考古学者の見解だったそうだ。ふむふむ。だが第一墳墓から発掘された成人男性の足の骨を分析した結果、大きな槍傷の跡が見つかったぜ。それは何を意味するの？古代の文献にフィリッポス2世が339年の戦いで傷を負ったという記載があるのだが、その傷と一致することが判明したんだ。つまりフィリッポス2世は、第二墳墓に埋葬されていたのではなく、第一墳墓に埋葬されていたということなのね。そういうことになるな。米国科学アカデミー発行の機関紙 PNAS で発表された研究論文には、今回の発見はフィリッポス2世の埋葬場所の特定につながる証拠だけではなく、第二墳墓の副葬品のいくつかが、アレクサンドロス大王のものであった可能性を示唆するものであったと公開されたぜ。そしてさらに第一墳墓に埋葬された3体の遺骨を分析したのは今回の研究チームが初めてで、遺骨はそれぞれ中年男性と、18歳前後だと推測される女性、性別不明な新生児のものであることが判明した。中年男性というのがフィリッポス2世だよね？後の女性と新生児はどういう関係なの？この法医学的な証拠は古代の文献に記載のあるフィリッポス2世と7人の妻のうち最後の妻、そしてその子供の死亡時の年齢と一致するそうだ。ほう。暗殺される3年前の紀元前336年、フィリッポス2世はスキタイ人との戦いで得た戦利品の分配で話がこじれ、トラキアのトリバリ人と争いになり、瀕死の重傷を負っている。様々な文献でもその時の傷が原因でフィリッポス2世は足が不自由になったと記載されているぜ。そして第一墳墓から発見された成人男性の足の骨には左膝に大きな穴が開き、骨が癒着して関節が動かなくなる重傷の関節硬直が見られたそうだ。これは動かぬ証拠と言ってもいいかもしれないね。それなら第二墳墓に埋葬されているのは誰？このようにフィリッポス2世が第一墳墓に埋葬されていたことを示唆する新しい証拠が見つかったことで、今回の論文の筆頭著者の一人、アントニオ・バルトシオカス氏らの研究チームは、第二墳墓に埋葬されているのはアリダイオス、フィリッポス3世と、その妻ユリディケのものであると論じているぜ。アリダイオスってどういう人物なの？アレクサンドロス大王の異母系にあたり、アレクサンドロスの名目的な後継者とされたぜ。ふーん、これが正しければ、アレクサンドロス大王の鎧のいくつかは、この夫婦の遺体と共に埋葬された可能性があるとされているぜ。それはどうして？アリダイオス自身は戦いには加わっていなかったようだが、323年に王に即位した際、アレクサンドロス大王の衣服を着用したそうだ。そして第二墳墓で発見された手作りの繊細な鉄製の兜は、プルタルコスが記したアレクサンドロス大王の兜の記述と一致しており、この事実も世界の制覇者アレクサンドロス大王の鎧の一部が、兄の墓に埋葬されたことを示唆する結果となったようだぜ。科学の進歩で、新たな事実が公開されて、今までの定説が裏返るのは見てて興奮するね。最近アニメでも真の始皇帝が人気だぜ。そうだね。彼は紀元前259年に誕生し、13歳で秦国の王座に着いたぜ。そして紀元前221年までに周辺諸国を征服し、自らを秦始皇帝と名乗るようになった。中央集権化を推し進め、圧政を敷いて、文字、度量衡、貨幣制度などを統一し、万里の長城の建設にも着手しているぜ。書物を焼き捨てた焚書や、知識人を弾圧したことでも知られているね。紀元前3世紀に史上初めて中国大陸を統一したことが一番有名だよ。そうだな。そんな秦始皇帝の死後？死後の世界でも皇帝を守るために秦始皇帝の近くに葬られた兵馬俑があるぜ。兵馬俑って？兵馬俑は兵士や馬をかたどった素焼きの像で、死者を埋葬する際に副葬されるものだぜ。へぇ。発見された状態では茶色く変色しているが、作られた当時は色鮮やかであったことが判明しているぜ。そんな兵馬俑は1974年に中国の西安市で発見されたぜ。誰が発見したの？農民の楊始発さんが第一発見者だ。彼が自分の果樹園で井戸を掘っている時に何かが掘削機に当たったため、確認したところ、人間の頭部が出てきたと最初は驚いたそうだが、よく見るとそれは人骨ではなく粘土でできていたことが確認できたそうだぜ。楊さんの通報を受け、派遣された中国の考古学者たちが調査を開始すると、
なんとその素焼きの粘土で作られた等身大の兵士、つまり副葬品の人形は数千体、馬の副葬品の人形が数百体に加え、聖堂の馬車や武器などが眠っていたらしい。兵馬俑坑はこれまでに1号坑から4号坑まで発掘が進んでおり、その中で最大の1号坑からは歩兵隊、2号坑からは射手、歩兵隊、騎兵隊の副葬品の人形が見つかっているぜ。2号坑はその構造から野営地を表していると考えられ、3号坑はかなり小さく、位の高い将校の副葬品の人形が収められていたというぜ。ちなみに4号坑は空だったそうだ。結局どのくらい発掘されたの？今のところ兵馬俑は2000体以上発掘されており、予想では6000から8000体の副葬品人形が眠っているという説があるそうだぜ。まだ発掘されていない坑もあるだろうね。考古学者たちの間でもそのように考えられているぜ。しかし現在では2000年以上前の遺物を損傷してしまう恐れがあることから、扉を開けることを躊躇している状態だそうだ。最新の技術でどうにか発掘できないものかね。最新科学の GPR や磁気探知機などを使えば内部構造を知ることができるとされているぜ。その他にも小型ロボットによる探索もできるなどの声もあるぜ。全容が解明されるのも時間の問題かもしれないね。続いては、古代ミノア人の言語の解読についてだぜ。国際宇宙ステーションにより取られた地中海の島、クレタ島。ここはギリシャ最大の島で、人口も最多とされているぜ。クレタ島がどうしたの？この島は紀元前2700から1420年頃にかけて、ヨーロッパ初期文明の一つであるミノア文明が栄えていたとされているところだ。へえ、この島に文明が栄えていたんだ。クレタ島では、紀元前1800年から1450年まで1000文字英が使われていたぜ。別名リニア英というこの言語は長い間解読されていないんだ。だがなんと、最近になってリニア英が科学者たちによって解読されたという話があるぜ。おお、リニア英は主にクレタ島で発掘されているが、その他にもギリシャの他の遺跡やトルコ、イスラエルなどでも発掘がされている。それでも現存するのは1427個の標本と7362から7396個の符号からなり、標準的な活字にすると、紙2枚ほどに収まる程度みたいだぜ。リニア A はどのような媒体に書かれていたの？リニア A は石製の供物台や金銀製のヘアピン、陶磁器など、様々な媒体に書かれているぜ。その中でも最古の碑文は、クレタ島の古代都市であるファイスト市から出土しており、その層は紀元前1700年頃までに作られたと言われているぜ。ふむふむ、今日まで様々なスペシャリストが解読を挑んだが、決定的な翻訳方法にはたどり着けなかったというのだが、そんな中、JJA インスティチュートオブアドバンスドグリークスタディーズの言語学者が、リニア A と考えられる碑文が刻まれた古代の石板をテンプレートにして、何百万もの電子メールのメッセージを解析したそうなんだ。どういう内容だったのかな？内容はクレタ島に大飢餓とイナゴの嵐の襲来で多くの市民が不安を感じ、王国に暗黒が訪れているという趣旨の内容だったらしいぜ。そしてその混乱を利用して王国の財宝を狙う不届き者から王を守るために保管場所を探している、という極秘文章も記されている。だがこの時、後にヌビアの王子様詐欺と呼ばれる詐欺集団がはびこっており、何万人もの市民や兵士、そして地元の役人たちが、巨万の富の約束につられて、ワインや金など、すべてを失い、人々が疑心暗鬼になっていたそうだ。その結果、ミノア人にとってはリニア A は不吉な言語と解釈され、リニア A という言語を破壊することになったというぜ。そしてミケイネの言語であるリニア B に使用する言語が置き換えられたそうだ。こうして2500年もの間、翻訳されずに残っていたリニア A 言語の翻訳は幕を閉じたぜ。少しのサンプルしか残っていなかったにもかかわらず、実際蓋を開けると、とんでもない内容が記載されていたんだね。しかもその内容がリニア A がこの世から消えた理由が記載されていたなんて、ロマンを感じざるを得ないぜ。次はペルー南部、ナスカの砂漠に描かれた地上絵、ナスカの地上絵の明かされた謎に迫っていくぜ。確かにナスカの地上絵も謎だらけよね。1920年代末、ペルーのシトリマと南部の都市アレキパを結ぶ航空便が就航され、砂漠に描かれたこれらの謎の絵は、ナスカの地上絵として世界中に知られるようになった。それから考古学者や人類学者をはじめ、多くの人たちの想像力をかきたてて、様々な憶測が飛び交ったね。灌漑用水路の設計図という説や、インカ帝国の領土に巡らされた街道、古代の人が熱気球に乗って上空から眺めるための絵画、宇宙人の宇宙船の発着地点だったという説など様々だぜ。第二次世界大戦後、ドイツ生まれのマリア・ライヘシという女性教師が、
ナスカとその近くのマチパルパの郊外に描かれたジオグリフス、つまり地上絵と呼ばれるこれらの絵について、最初の公式調査を行った。1941年6月、マリア・ライヘ氏は、アメリカ人考古学者のポール・コソック氏の助手としてナスカの直線の地図の作成を始めたぜ。ポール・コソック氏はナスカの直線が南半球の東時点に収束することに気づき、天文現象との関連性に注目していた。東時点ってどこなの？研究上において、年に2回太陽の赤道面からの距離が最大となる瞬間の点だぜ。なるほど、続けて。調査を進めていくと、マリア・ライヘは、大規模な点の暦としての機能を持つと提唱した。そして1946年頃、マリア・ライヘ氏は、直線が下視点にも収束することを発見し、代表的な図形の地図も作成し、18の異なる種類の動物と鳥からなることを決定づけたぜ。1948年にポール・コソック氏がペルーを離れた後も彼女は仕事を続け、地域一帯の地図を作成する。彼女はナスカの人々がどのように大規模な図形を描いたのかを数学的に分析し、これらの図形には非常に洗練された高度な数字が用いられていることを発見したぜ。その発見によってどのような考察をしたの？それらの事実からマリア・ライヘ氏は、地上絵は太陽暦及び天文観測台として使われたという説を提唱したぜ。ふむふむ。その後マリア・ライヘ氏はザ・ミステリー・オブ・ザ・デザートという本を出版し、その利益を砂漠保護運動や、護衛やアシスタントを雇うための資金に充てた。そして道路による分断や様々な政府の開発計画から地上絵を守るように提唱し、一帯への一般の往来を制限するよう政府を説得するなど、自分の財産のほとんどをその運動に費やしたそうだぜ。素晴らしい人物だね。その後の献身的な業績が学術的に認められ、ナスカの地上絵は世界で有名になったぜ。彼女のこのような貢献のおかげでナスカの地上絵が世界遺産となったんだね。生涯をかけてナスカの地上絵のミステリーを解き明かして、世界遺産登録にまでこぎつけるなんて、並大抵の努力で成し遂げることなどできないぜ。私たちもそれらによる恩恵を大事にしなければいけないね。1994年3月、スペイン北部ビスケイ湾のすぐ南にある洞窟を調査していた探検家たちから地元の警察に、人骨を見つけたと通報が入ったぜ。当初、エルシドロンと呼ばれるその洞窟は、スペイン内戦の時に人民戦線の兵士たちが敵軍を避けて隠れていた場所だったので、その当時の人骨ではないかと思われていたぜ。でも実際は違っていたの？実際はもっと、はるか昔の時代のものだったことが分かったんだ。警察は数日間で約140の骨を掘り出し、シトマドリードの科学捜査研究所に分析を依頼した。それから6年近く費やして調査されたぜ。6年間も。それで結果はどうだったの？なんと約4万3000年前にこの地域で暮らしていた、ネアンデルタール人の集団の化石骨だったことが判明したんだ。その後、マドリードの国立自然科学博物館の学芸員アントニオ・ロサス氏に調査は引き継がれたぜ。2000年以降、彼のチームはエルシドロン洞窟で、少なくとも9人のネアンデルタール人のものと見られる骨のかけら1500ほどを発掘したぜ。それらを解析した結果、頭部や腕の骨の破片はどれも端がギザギザになっていることが判明した。それはどういう意味があるの？それらの痕跡は誰かに叩き割られた後で、脳や骨髄が目当てでなされた結果だということが判明したぜ。脳や骨髄が目当て？骨には石器で肉を削ぎ取った跡もあり、骨の持ち主が人肉食の犠牲になったことを物語っているというんだ。一体何のために？それが上を満たすためだったのか、何かの儀式のためだったのか目的は判明していないが、骨の持ち主の死後数日以内にその場所の地面が崩れ、土砂もろとも地下20メートル下の鍾乳洞に落下したとのことだぜ。そこは温度も安定しており、砂と土砂に包まれ、動物たちに荒らされることもなかったそうだ。だから今まで誰にも発見されることがなかったんだね。ああ、そのおかげで多くの謎を秘めたネアンデルタール人の貴重な遺伝子が手に入ったぜ。不幸中の幸いだったと言わざるを得ないね。ネアンデルタール人は現代の人間に最も近い人類の仲間で、約20万年間にわたってユーラシア大陸に散らばって暮らしていた。その分布域は今の欧州全域から中東やアジアにまで及び、南の地中海沿岸からジブラルタル海峡、ギリシャ、イラク、北はロシア、西は英国、東はモンゴルの近くなど、広範囲に分布していたぜ。だが西ヨーロッパで最も多かった時期でも、その数は1万5000人程度だったと推測されているぜ。他には何も見つからなかったの？その他にも2007年にシベリアで、4万年前のマンモスの赤ちゃんがかなり保存状態の良い状態で見つかっており、このまま地球温暖化で氷床や氷河の溶解が進めば、かなり保存状態の良いネアンデルタール人が出現する可能性が高いと、
教会フェローの考古学者、フレデリック・ヒーバート氏が語っているぜ。いいことなのかどうなのか、難しいところだね。温暖化により氷がないから貴重な化石が見つかっているように、カナダ沿岸部の融解でバイキング社会のネットワークも明らかになると期待されているぜ。もしそうなれば南北アメリカ発見の歴史は書き換えられると、考古学者フレデリック・ヒーバート氏は予測している。その根拠となるものはあるの？実際に南北アメリカでは2カ所のバイキングコミュニティが発見されており、その解明とともに大西洋沿岸全域で発見が進むことは想像に難くないと言われているぜ。2012年10月にカナダで行われた会合で、考古学者のパトリシア・サザーランド氏が、新たなバイキングの開拓地の強力な証拠を発見したことを公表した。サザーランド氏率いるチームは、カナダ北極圏のバフィン島で何世紀も前の建物遺跡を発掘している際に、非常に興味深い砥石を発見したというぜ。どのような砥石だったの？刃物を研いで刻まれた溝には青銅などの銅合金の痕跡が残っていたようだぜ。だが北極圏の先住民にはその技術はまだ伝わっておらず、銅合金を材料に使用していたのはバイキングの鍛冶職人だったと言われている。バイキングの船乗りたちが西暦1000年前後に新世界を目指して船出していたことは、以前から事実として確認されていたが、1960年代ノルウェーの研究者ヘルゲ・イングスタット氏と、アンスタイン・イングスタット氏がニューファンドランド島北部の、ランスオメ島でバイキングのベースキャンプを発見した。これで実際にバイキングによる南北アメリカ開拓の証拠が初めて確認されたんだね。この場所は989年から1020年の間に築かれ、集会所は3つあり、旗織りや鉄鋼、船の修理のための小屋が建てられていたそうだぜ。サザーランド氏は、バイキングの船乗りがカナダの北極圏へ旅に出たのは、資源を探すためだったと推測している。当時の北欧では生打ちの牙や北極圏の動物の柔らかい毛皮は、贅沢品として中世の貴族の間でもてはやされていたんだ。バフィン島の海は生打ちが豊富で、沿岸には北極狐をはじめとする小型の毛皮動物もたくさん生息していた。そういったこともあって、北極圏の先住民はこういった贅沢品をすぐに用意することができたんだね。バイキングは北極圏の先住民が用意した品々と、置物などに加工できる鉄や木の塊を物々交換していた可能性が高いとサザーランド氏は語っているぜ。もしサザーランド氏の説が正しければ、一連の証拠は、新世界の未知なる扉を開くことにつながると期待されているぜ。いかがだったかな？どれも今までの歴史が覆るような出来事ばかりだったね。それらを証明して、私たちに感動を与えてくれる科学者たちには本当に感謝だよ。人類は過去から学び、そして現代が繁栄して、さらに過去の新たな真実を追求に役立てている。そう考えると、昔と今、技術の格差はあるものの、生活という焦点で見れば、やっていることは昔も今もさほど変わらないのかもしれないな。本当にそうならとても面白いね。これからも人類は新たな過去の真実を見つけ、さらに進化していくことだろう。そしていつか私たちも発掘の対象となるのかもしれないよ。その頃の人類がどれだけ進化しているかは見当もつかないけど、私たちが今を生きることが人類の未来につながると考えると、今を生きるのが楽しくなるんじゃないかな。この投稿も皆さんの日々のモチベーションにつながれば嬉しいぜ。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。